check the mic and make sure it sound right, boys. こんにちは、ブリアーキの新沼です。今日もまた元日来てます。今日はのんちゃんとあとヒロムと一緒です。で、水曜日なんですけど結構人がいて、でもコースなんかいい感じです。天気もいいし、なんか上手い人いっぱいいますね。やべえ、なんか速い人がいっぱいいる。ちょっといい練習になりそうです。じゃあ今日は、広瀬選手、のんちゃん、CRF 買って、ついにね、念願の初走行っていうことで、これなんか大変だったらしいですね。そうなのよ、エンジン買って、車両買って、自分で整備し、整備用は今度あげますけど、あの後に最後にエンジンオイル交換して管理しようかなと思ってミッション行ったら、なんかいつまでは出んな、おかしいな、いやエンジンオイル抜くか、出てこねえってことになって慌てて全オーナーに連絡やってさせていただいて、そしたらバイケンさんでオイル交換してたので、そのバイク屋さんの方で親切に直していただいたので、まあ、クランク新品っていうその仕組みで、バイク屋さんがミッションオイルのとこにエンジンオイルも入れたんだよね。その2回目です。でまさかの空炊きっていうの、そう空炊き、空炊き1時間半か、1時間半、2時間ってんで、ね、まあでもこれで安心して乗れるかなっていう感じが、そうね、まあ、ちょっと CRF 楽しみではあるかな、忘年式、これ終了か、9年型かなんか乗ってたんだよね、俺。あ、そうなの。昔ね。これエアサスのタイプだよね。そうエアサス。1年か2年でホンダがエアサスやめちゃった時のエアサス、ね。そう、ダメね、ダメなやつ。らしい。らしい。わかんないけど。こっちのエアサスはね、いいエアサス。こっちいいやつね。まあでも多分これもちゃんと乗ればいいんだろう、ね。間違いない車両だと思う。うん。整備性悪い。そうね。まあじゃあついにね、やっとオフトレーニング開始ということで、もう遅いぐらいだけど、まあ開幕に向けてね、やりたいと思います。はい、今日あと誰が、あとこれ最近 CBR カップからモトクロス練習にちょっとスイッチした平本くん、ヒロム君、お疲れ様です。お疲れ様です。さっきの撮れてなかったんだ。テイク2です。何やってんの？今2人が掛け合いしてる動画をツイッターで今アップしました。今アップしました。やべ、いいねよろしく。いいねよろしく。チャンネル登録よろしく。それこうちのチャンネル。そう、はい、これ19年型？すごいな。そう、これ何ね、19年。黒いホイールいいね。黒いホイールいいね。俺のホイールと合わせて全く言ってる。メルカリで50万で。メルカリで50万。会ったことない人に50万振り込みます。メルカリから個人前に持ち込んで、そこからの値引きして50万で。最初ね、なかなか届かなかったからね、詐欺じゃねえかって話もあったんだよね。そうなるほどね。もういい人で。そう、いい車両。それはいいっすね。でもポケバズって今今日10回目ぐらいなんですけど、もうクラッチカバーがバレて交換して、あとフロントフェンダーも真っ二つになって交換して、そんなに、なんかシーアラジエーターも一回潰れて叩き出して、CBR カップみたいなカバーついてるけど、ああそうですね、こんなんあんだね、もうはい、それは弱いっていうのは分かったんで、初めから補強してきました。左側も同じのつけた。アンダーガードもついてる。本当だ。カバーついてる。アンダーガードは純正でついてる。あ、そうなんだ。ディスクカバー、これいるのかな、これ何の時、サンド知らない、ドロ、俺のついてるんだよね、邪魔だからちょっとなんかね、まあぶつけるんじゃない、速い人は、あのレースにこの間の動画の時みたいな、もっと多分本番の人たちバチバチ近づけるだろうから、接触ガード、前回はリーダーの新沼さんにちょっと基礎のブレーキと加速と曲がるところの体勢っていうのを、超基礎編教えてもらったんで、今日はまあ、それを生かして次のちょっとコースで少しコーナーをどう曲がるかっていうのを教えてもらいたいなと思って、
会社休んできました。よろしくお願いします。さすがに新沼さんもう教え上手だからコーナーは気合だから、ね、俺も教えてくれよ。チャンピオンがさらなる応用っていうのを全日本チャンピオン誰今日全日本チャンピオン来てるから。モタードの全日本チャンピオンがさダート遅いわけないじゃん。多分めちゃくちゃ速いと思う。このボール負けたんだよね。あのツイッターのごめんもう一回言ってもう一回言って。もううるせえなもう言わねえよ。負けちゃったからな。合ってますね。え S1 クラスですよね。 S1 オープンクラス。あ俺 S1 って書いてあったまあいいや。 S1 チャンピオンと S1 10位でいいか。合ってます俺10位か10位で合ってますね。はい、数上げてあるんや。ああ、早い。よくしました。やってきます。じゃあ早速教えてください。え早速教えてください、まあ、あのコーナーブレーキ終わったらアクセル旋回です。ああ、とねこのゴーグルがゴーグルのバンドが下がってるのがダサい。これ正しい位置どこなんですか。そこそこそこ。あ、ここですか。下手乗りの人がそれをバイザーバイザーを上げる。あ、でも、うん、これ大事ですか。そう。じゃあ今日一日よろしくお願いします。はい、
じで元日で1日練習してきました。最後にのんちゃんと2人でエンディング動画みたいなの撮ったんですけど、あの風が強いのとマイクが遠いので全然聞こえなかったんで後から足してます。で今回の広沼グランプリ、広瀬新沼グランプリですねは、一応のんちゃんの勝ちかなっていう感じで、いつもねこんな風にあの仲間内で、なんとかグランプリって言ってこうレース形式のね練習してます。まあ、これからも あちこちで練習するときに仲間内バトルやりますので、あのもし参加してくれる方いたらね、ぜひ一緒に、グランプリやりましょう。そんな感じで今回は元日のオフロード練習会でした。ではまた。